今日は YouTube のコメント欄に伝えたいことがないんだけれどももう書いてもいいんですかっていうようなああそんなコメントを頂い,いたのでその話をしていきましょうえこの番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと読んで面白,面白かった本や映画を見て感じたことなどえ小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。 鈴木は話すスピードがかなり遅いので1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木啓一郎の小説講座放課後ラジオ。えっと今日は YouTube の、うん、コメント欄にいただいたそのコメント欄にいただいたコメントで、えっと伝えたいことは全くなくてただ楽しんで。 あそうだね。この前の段階の話をしようね。えっと、伝えたいことがなければ伝わらないっていう、そういうテーマで YouTube で話をしたんだけど、えー、そのことについてのコメントです。えっと、伝えたいことは全くなくて、ただ楽しんでこの小説を書い,、えー、書いたあー、えー、全くなくて、ただ楽しんでほしいこの小説を書いた、 私を面白いと思ってほしいというようなものでも良いでしょうか。まあそんなあのコメントをいただいたのでね、まああのうん、コメント欄だけではなくてあの、うん、この概要欄にお便り欄があるのでそちらの、うん、ちょっとスクロールして概要欄からその,の概要欄の お便りボックスを使っていただけるとお確実にこちらに届くのでそちらを見ていただけると嬉しいかな。えー、っとまあも、ねえー、っとはねえっとこう万年四千落ちをしている人それはなぜ四千落ちをするかというと伝えたいことがなければ読者には伝わらないよっていうようなあそんなことに対するその反応反応だったということです。えー、っとまあ 何も考えずにその書いてえとまあ著者自身が何,も何を伝えたいかって言われてもいや困っちゃうよねそんなこと考えて書いてないしなんていうまあインタビューだとかそういう話をすることっていうのはまあプロの場合だとまあまああります。でまあ何も考えずにこう書いて面白くなるっていうことはこれはまあよくある話です。で僕の話はあくまでも 新人賞を受賞するためにはという,う,うそのためのものなので、まあ、それ以上のものはないですでこの質問された方の,その質問というかコメントをくださった方があの何も考えずに何伝えたいことは何もなくてただあの楽しんで、えー、読者に楽しんでいただければ えーそれで OK ですよっていうことでそれでデビューできたら別にそ,のそれで構わないって話です。プロは結果が全てで何をどういうふうに思おうがとにかくそれでその結果が出せれば別にやり方はどういうふうでも構わないとそういうことです。でこう何本書いても予選落ちをするえ予選落ちをした時に えー、その時にその何,も何を何本書いても分かんないっていうような時に、えー、その原因をてあの点検することって大事ではあります。でこのコメントくださった方の筆力とか全く分からない状態で僕は伝えてるあの話をしてるんだけど、えー、コメントをくださった方というよりもこの YouTube を聞いてる そこのあなたが何度も寄せを書いても全然寄せを取らないよという場合には伝えたいことが、えー、伝えたいことがないという場合だとそれだと読者には伝わらないよということです。で、まあ何度も寄せを取ら,らなければその原因を点検する方が話が早いよということで、えっ、ー、と、 自分がその別に何も考えてなくても他人に面白いと思ってもらえる自分自身がそれだけ,それだけ、えー、面白いと思ってもらえるようなキャラクターだということであれば別にそれはそれで OK なのでねということですでまああのー、このおコメントをくださった方の 作品は僕は僕読んでないのでだからどのぐらいの水準なのかもわからないしあと頂い,いたコメントだけではね、えー、質問されてる方ご本人がどのぐらい面白い人なのか、えー、この小説を書いた私を面白いと思ってほしいっていうことなんだけれどもうどのぐらい面白い人なのかということは いいただいただコメントからでは分かりようがないのでここら辺は作品を読んで,なきゃ読んでみなければここら辺のところは何とも言えないっていうことではあります。でまああのー、すごく重要なんだけれどもそう、うん、世の中というのはそう世界は自分が思っているほどこと自分が思っているほど 自分には興味がない、えー、俺には興味ないよねっていうことを事ることは大事ではありますええー、そうお世界は自分を満足させるために存在するわけじゃないっていうことを知るのが大人への第一歩ではあるのでねええー、ということではありますなんか厳しい言い方してるかな <laughs> ついついね気をつけてはいるんだけどもあの遠回しにものを言うとなかなかあのを誤解されることが多いのでできるだけ自分の小説講座ではもうはっきり伝えるようにはしてるんだけどその口調があまりにも厳しいっていうことってことはちょいちょいあるのでね。うん ええ、まあそういうことです。えー、っと、大丈夫かな <laughs> もう、本当にあまりも真っ正面でズバズバ切りすぎるよっていうふうに言われてるので気をつけてはいるんだけどね。まあ、あそんな感じです。えー、っと質、コメントくださった方、その、 まあとりあえず書いてみ、書き上げてみるといういいことが大事です。まあ、ああ何度も起こちるよなんか何作書いても何も考えずに起こしてるようだったら、それは何も考えてなくて何も伝わってないからだよっていう、まあそういうことですん。そんな感じかな。えー、っと、そうね。 面白い人っていうのは世の中そんなに多くはないかなっていう気はしますけどねえっ、ー、とこうギフダルクでやくあのお付き合いギフダルクのお付き合いを始めて2011年か、えー、それからもう 13, になる13年になるんだけれど、まあ、そうするとそのまあしゃぶやったり いい刑務所入ったりっていう人っていうのはいっぱいねあの友達でいっぱいそういう人いっぱいいるので,でまあそうするとあまあそう珍しいこともないよね大変だっただろうけどねっていう、うん、そういうことって結構あるので、うん、まあそうだねえっと私はすごい人生を送ってきましたっていう。 方のその略歴だとかその自己紹介読んでみるとうんとまあまあまあよくある話だよねっていうことって思も多いのでね人間ほあの自分が思ってる以上に自分は平凡だっていうことってのは自覚することは大事ではあります。そそれはそれはで平和なことだしね そうえ平和だからこそだからこうあやめとこうユーチューブからスーパーサンクスっていう投げ銭ができるようになりました面白いとか役立ったとか思ったらあとスーパーサンクスのアイコンをクリックして投げ銭してくださいチャンネル登録をや通知をオンにしてくださいこの番組では今更聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています Google フォームで匿名ボ,ボックスを用意しました概要欄からアクセスしてくださいその時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにでも受講できます江戸川乱歩賞や横溝聖子賞オ龍リの新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてください この番組は YouTube ラジオトーク Apple PodcastSpotifyAmazonMusic などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木貴一郎の、うんあ「小説講座放課後ラジオ」そんなところでではではでは。